里寄りトークよいしょ。はい、ということで、今回もですねゲストにチッピーちゃんずさんに来ていただきました。よろしくお願いします。お願いします。うるさいな本当。第2回目ということでそうですね、ありがとうございます。呼んでいただき3回前ぐらいかな、に1回あなるほど流させてもらったんですけど、やっぱチッピーさん出てる回人気ですね。本当かそれは。あの YouTube の方でも流れてるんですけど。あそうか。あまあそ も, もしかしたら、もしかしたらなんでそんなに噛んでんの最近口が回らなくてなんでか知らないけどね。まあ、まあいつも回ってないかもね。まあすいませんすいません回ってないそうです。だけどはい、自衛官の皆さんが見てくれたかもしれない、いやそう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 です。自衛隊関係の方、まあ、ありがとうございます。ありがとうございます。今回もよろしくお願いします。いや嬉しい、また呼んでいただけて里よりまあね、チッピーさんといえば、まあ、自衛隊の感じのキャラなんですけれども、あ話が全然なんだなんだ思ってた話、じゃあ私は読書の話をしようと思ってたのに、吹っ飛んだ。あ、弾薬の話にする。まあ弾薬の話はしません。いい、じゃあそうそう、いやもうちょっと全然話、チッピーさんの話関係ないんですけど、はい、あの私最近読書にハマってまして、まあなるほどな。読書なんですよ、はい、読書にハマってまして、はい、あのチッピーさんも読書ってするのかなと思って、読書、はい、なんか勝手に自衛官とかは読書ってあんまりしないような、いやほんまはそのなんか戦いの戦略みたいな、はい、そういう本をまあバーンと出したら箔がつくと思ったんだけど、私ちょっとごめんなさい、あの本当私的なあの道を走りますけど、はい、こちらの、インコの育て方ですかねごめんなさいね、あの自衛隊のねあれ見て上官とかが見てたら本当すいません、あの違うんです、今見てるの防衛白書とかそういうのじゃなくて、いや分からへん分からへん、ごめんなさい、こうこの幸せなインコの育て方というのを読書をあ、してるんですね。してますね。これ見てください。ちょっとね。何ほら、え、まずね、ここ見て。これ、ここからも可愛いでしょ。インコ？うん、インコ。この、ほら見て、可愛い。わあ。全然そのこれ可愛い。写真が載ってるんですね。そう、写真がこのインコの写真がいっぱい載って、ほらもう全部可愛いでしょ。一旦待ってください。待って。あの。インコの育て方っていう本をまあ読んでいるんですね、はい、読んでいるというか写真がいいから見てるこの写真が、いやだってこ これとか見てみて、ほらほらタオルで包まれてる、いやあのほら分からないですよ、タオルの包み方とか、いいっすわ、タオルのね、だから、あの育て方でしょ、で育てないでしょ、育てないからそういうのはあの別にいらない、そういう文章はいらないんだけどこの写真がごめんすごい可愛いからもう買っちゃったの、はい、ああそういうことですか、そうもうだからめでてるのこの写真、正直文字はあんまり読んでないんだけど、はい、文字一旦は読んだけど、もうそれから一回読んでからは、はい、読み直す時はまあこの写真ですかね、写真をとかをこう見るようにして、なんかやっぱいいなって思います。そうなんです、ね、はい、これが私の読書と、読書写真集みたいな感覚ってことですか、まあそうですねこれそうなのよね、なんかねやっぱ鳥に関するもんがないと、はい、今でこそほらあの携帯で、はい、あのスマホとかでシャッシャッとこうインスタグラムとかで動物のね、はい、あの動画流れてくるやん、はい、あれが最近 あることが分かったからそれずっと見てるんやけど、そうこれ買ったのが当初、はい、あの私が NSC 入ったぐらいなんです。だいぶ前ですよね。そうだいぶ前で、その時に私ガラケーやったのよ、はい、ガラケーでみんなスマホ持ってる中、はい、1人だけガラケーやってガラケーってそれもおかしいな、そうみんな LINE グループとか作ってるの、はい、1人だけねあのもうガラケーでメールアドレス、めんどくせえみたいな顔されてたって、だからもうそれは相方できへんわできたやんピーちゃんできたから、人間は難しいですね、ちょっと人間はできなかったんですけど、はい、あのまあやからなんとかしてピーちゃんももちろんあったけども、はい、なんとかして自分の心の平穏たまったないかなと思って、はい、あの読書しようと思って本屋寄ったらこのインコの育て方っていうのがあったんであ見てた、そうなんですね、むっちゃ写真かわいいやん、こんなかわいい
鳥の写真があると思って、これをもう心のバイブルにしようと思って買いました。やから、あー、なるほどなるほど、はい、NSC 当初からもうこれ支えとなって、はい、あの時より見てますね。はい、でまあまあもう読書じゃではないですね。まあごめんなさい、読書すいません、読書する、読書、うん、いや読書しないですか。いや、ま、ごめん、漫画ばっかり見てるから。漫画読むんですね。漫画かかもしれない今。読書という読書を最近していない。ちなみに漫画は何見るんですか。え、漫画はあの悠々白書とか、あのドラゴンボールとか、ちびまる子ちゃんとか。え、ごめん、え、ね、普通はなんて答えるのかな。いや、まあ、メジャー、いや今時、普通に今時やったらその例えば鬼滅の刃とか呪術廻戦とかなんかいろいろ流行ってるやつかなと思ったんですけど、そう、なんか古いものを繰り返し、うん、見るとか、あ、そうやな、はい、あ、ハンバーガーの漫画読んでる。ごめん、何それあのその主人公がハンバーガーを愛しすぎて、はいはい、ほんで店独立して出したと、はい、ほんでいろんな人があの悩みを抱えてくる、うんうんうん、それをハンバーガー作って、はい、こうお出しして、あのその人の悩みを解いていく、ハンバーガーで解いていくって、その漫画に今ハマってるかな。あ、ちょっとでも面白そうですね。でしょ、その人の人生をこう聞いたりするっていう感じなんですよね。そうそうそう、うん、ハンバーガーにはこのソースを絡めてみた、このソースとこのパテの相性があなたみたいなことですよ。だから二人は絶対にくっつかなくてはいけない。あー、なるほど、なるでしょ。あ、本当にちゃんとハンバーグに沿って言ってるんや、うん、そう、ハンバーガーに沿って言ってくれて、その相談 してきた人は気づかされるみたいな、はい、へー面白い。そうだからもうこれ、うん、あの無料漫画でずっと見てます金は一切払いません。あのあれですか、はい、あの携帯で携帯のピッコマとかですか。ピッ、え、何だっけ、 LINE 漫画みたいな。あ、はい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 、はい、あれで無料のやつだけ見てます。へー、あ、でも思う、いやでもいいですね、うん、いいでしょ、うん、だから読書という読書じゃないんだけども、はい、漫画とか、まあ、うん、読むならこれですかね、バイブルですかね。あ、じゃあよかったら、うん、はい、幸せインコの育て方、はい、ぜひ、はい、ぜひ見てみてください写真が可愛いちなみに私も、うん、私最近読書にハマってて、うん、なんかあの私キングコングの西野さんにハマってるんですよ。はい、ハマってるっていうか普通に好きなんですけど。あ、絵本は読んだことあるよ、プペルの。プペルね、煙突町のプペル、うん、うん、あれは読んだことあるけど、あれそのものではなくて。そうですね、あれも、まあ、あれは絵本として出てて、うんうん、普通になんかねビジネス書とか結構出してあるんですよ。そうか、今やっておられますもんね。そう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 、で、うん、なんか結構前に出した革命のファンファーレっていう、はい、その煙突町のプペルをどういう風に売っていくかっていうのが書かれてる本を、うん、その私西野さんのラジオをよく聞くんですけど、はい、そこでずっとなんか一回あの革命のファンファーレ読んでくださいみたいなことをラジオでよく言ってて、私読んだことなくて、うん、はい、で別にビジネスそんななんか、うん、うーんって思ってたんですけど、まあ、何回も言うから、うん、読むかと思ったらなんか面白いってなって、はい、ビジネス分かっちゃったの。ビジネス分かったわけじゃないですけど、うんうん、あ、こうやって頭使ってこう物を売っていったり、はい、まあ、物っていうものも、まあ、芸人としてはネタもそうですし、何かしらの作品とかも多分作っていくかもしれないじゃないですか、はいはい、まあ、あるあるネタをどうやってね、うん、拡散していくかっていうのも、はい、こうやって頭使ってやるんやなっていうのを、うん、まあ、知れるきっかけになって、うん、そっかそっか、うん、そういう戦略が書かれた本を、はい、そうですね、まあ、それがファンファーレ。ファンファーレと熱狂ごめんなさいね、芸人さんのファンファーレと熱狂は、ごめん、この前一緒にお仕事したからファンファーレとね、ファンファーレと何、もう一回言って、違う、革命のファンファーレ、革命のファンファーレです皆さん、すいません、もう読みましたし、はい、でまた最近今これ一番多分西野さんが出した本で、新しい新世界も買っちゃいました、うん、まだ読んでないです、まだ、これなんていうよ、うん、え、新世界か、新世界っていう本もあの読もうと思って買っちゃいました。大阪の新世界の話、違うよ、大阪思い出してなんか書いた本ではない、ちゃいます、ちゃいます、新しい世界作っていこうみたいなやつだと思うんですけど、へ、他にも、はい、私ひろゆきさんにハマってて、わかります、わかります、うん、見ちゃうね、ひろゆきさんはひろゆきさん、そう、2チャンネルとかを解説した ね、あの、いつもパーカー着ておられるね、
人なんですけど、うん、その人もそう今めっちゃテレビとかなんか YouTube とかもそうやな YouTube ですごい悩み相談とか受けてるじゃないですか。はい、受けておられます。ああいうのなんかめっちゃ見ちゃって、はい、でハマっちゃって、うん、ひろゆきさんの本も買いました。やっぱビジネス本みたいな出してるんや、ひろゆきさんも。ビジネス本っていうか、あの、うん、私が読んだのは無敵の思考っていう本なんですけど、はい、あの誰でも得する人になれるコスパ最強のルール21みたいな。あ、なんかあそういうコスパが好きなんですね。コスパ良いものが好きなんですね。さてなんかちょっと、うん、コスパ良いっていうかなんだ悪がしっこいというか、うん、なんかそういうの、うん、嫌いじゃないですね。なるほど。あ、効率よく進めていくの好きやもんな。さとり、うちも効率よくするの好きなんや。いや、できてないよ。いや、好きよ。私こういうことしてる間にこれ進めようかなとか考えてるよ。ティッピーさん一人でパニックなってるから、いつもそんなことないや。一人でパニックなって何も進んでないから物事。そうそんなに進んでないから。いやでも確かに里ゆりはその撮影とかに関してももう ここからここまでの間チッピーさん開けといてくださいね、撮影しますんでとか、もうとにかく細かく時間をこう効率的に配分してスケジュール決めて、なんか撮影とかうまく確かにあの効率的にやってるイメージは確かにある。ケチなんですよ。ケチ。いや私も大丈夫。歯磨き粉のチューブとか。ちょっと時間の話ね、今は。時間の、はい、ケチみたいなのがあるよね。歯磨き粉の。時間の歯磨き粉のチューブ切るの分かります。上がるから切ってこうななこうくり抜いていく感じ。そうそうそう。あれ3日持つから。あれと同じでしょ。その効率良いっていうの。ちゃうかな。ごめんね。ちょっと違うかもしれない。そうです。すいません。でもあれも効率的だよね、はい、あれも効率コスパがいい。なんなん効率的っていうんですか、うん、ケチっていうか、なんかまあ大事に使う、大事に使う、はい、そうそうそう、時間を大事に使う。うちのお母さんもそうです。日焼け止め切ってますよ。あ、切ってる、はい、私も切っちゃう。中に丸い玉出てくるよね、あれコロコロカシャカシャ。あ、いやいや、クリームタイプなんで。あ、クリームタイプ、チューブタイプか。あ、はい、あの硬いカチャカチャタイプも切るからね。そうだあれ切れるんすね。切れる。あ、ガチガチするって感じでねってやってですって。皆さん切ってくださいね。切って、まあ、効率ですよ皆さん。今の時代ひろゆきさんを見習って。ひろゆきさんと西野さんを見習ってね。ひろゆきさん、あのうちのお母さんもひろゆきさんあのハマってて親子でハマっててで、うん、まあ、ひろゆきおもろいなみたいな、はいはい、私も里ゆりなるわとか言ってあ、そう、もうそんな、もうそうか、はい、論破したいとしていました。なるほどね、はい、お母さんまで、まあ、そんなこんなでアホな話をしていたら、はい、時間が経ったので。あ、もうですか、はい、まあ、ちょっと一曲、あの、まあ、西野さんにハマっているということで、はい、皆さん、煙突町のプペル結構皆さん知ってると思うんですけど、はい、西野さんね、兵庫県の川西市出身なんで。あ、そうなんや、はい、あ、まあ、兵庫県の方なんで、はい、まあ、今日はあの煙突町のプペルの曲を、はいはい、流したいと思います。お、ロザリーナで煙突町のプペルです。どうぞ。はい、後半戦です。はい、よろしくお願いします。プペル、ちなみに、映画見ました？映画に、あ、いや、見てない。映画については見てないけど、うん、なんか展覧会みたいなのはやった。やった？うん、あの受付、バイトで受付した。うん、大阪でやったんですか？大阪での柏原市っていうところでやって、はい、で、あの受付 したついでにちょっと見て回ったから、作品を、すごいなんか暗くしてすごい星降るなんか夜みたいな。うわ、めっちゃいいっすね。うん、すごい良かったです。はい、あのその古典みたいなことでしょ。そうそう、古典みたいな感じで、あの作品が、西野さんの作品が、うん、そうそう、古典の話ちょっとしていいですか？うん、あ、もちろんであります。はい、私結構松浦恵子さん、バレリーナ芸人の松浦恵子さん、はい、新喜劇のね、はい、うんうん、好きでして、はい、でその人もそのバレエあるある、バレリーナあるあるを結構ね、はい、YouTube とかで上げてるんですけど、それがめっちゃ人気があって、うん、私も見てる、うん、あ、で私もその人を見習いながらやってるんですけど、はい、あるあるとかを、はい、でその方が難波で個展をされてたんですよ。またなるほど、そうやっておられたね、確かに。そう、で、うん、うわ見に行きたいと思って、はい、であるあるの個展みたいな、そのバレエ芸人の個展なんですね、うん、で、はい、だから行こうと思って行ったら3日間ぐらいやってたんですけど、うん、なんかその午前中に行ったんですよ、何日かの、はい、したらなんかもう生理券ないですとか言われて、
めちゃめちゃ人気やんみたいな。そうなんか、うん、かっこいいと思って。はあ、ちなみにさ、その展覧会じゃない、はい、個展については、はい、あるあるを個展にするってどういう感じにしてる？なんかあるある、なん写真を貼ってるとか。写真貼ったり、そのあるあるを個展っていうか、うん、まあ本とかも置いてあったり、うん、そのまあ松浦さんの着てた服とか、はい、なんかね、ちょっと YouTube にも載せて貼ったんですけど。うん、はい、なんかちょっとデザインしたものとか、うん、まあまあグッズとか、はい、なんかまあ難しいんですけど、うん、なんかその別にあるあるがバンバンバンってあるわけではなくて、あ、まあ、松浦さんの部品グッズとかがいっぱいこう飾ってあったりしてるみたいな。ああ、なるほど、感じでしたね。あるあるの時に着てた衣装とかそういう感じかな。そうです、なるほどね。でまあまあ外からちょっと見える分には見たんですけど、うんうんうん、いやなんかうわー、私も個展してってわかる、個展したい思いました、ね、個展するやったらどんなんしたい？それこそ私も熱血コーチのキャラとかの写真とか飾ったり、あ、こうやっていつもこう可愛い感じのやつやな。そうですそうです、なんかセリフバーンって大きく書いてあったり、むちゃくちゃいいじゃん。なんか、うん、あ、個展たまに行くんですけど、なんかその漫画家の個展とかってこうね、使われてない書き下ろしのなんか絵とか、はあ、お蔵入りしてるやつとかもモニターで流しちゃったりして、したらなんかもう、うん、もう里寄りの世界になるじゃないですか。むっちゃいい。うわやり、いつかもうちょっとちゃんと売れたらやりたいなっていう夢がすごい。なるほどな、なんかいいかもしれんな。里寄りの使ったバレーボールとかさ、そう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 、あのむっちゃ汚れた感じの、そうですそうです、置いて、はい、で置いて里寄りのグッズも置いてな。いや、グッズね、ああ、グッズね、グッズね、グッズ作ってみたよな。たいい、ね、うん、そうかそうか、はい、あるある、確かにあるあるの個展っていいなって、うん、っていうか、まあまああるあるっていうか、まあもうね、私だったらそのバレ、里寄りのバレエの個展、例えばチッピーさんやったらもう自衛隊の、うんうん、したいな、ね、っていうか、はい、もうコートでやりたくない個展体育館でってこと？体育館でさもう作品数むっちゃ展示せないかんけど、はい、もうネットとかにもなんかあの展示してさ、でも一瞬、なんだろう、一瞬で見えちゃうじゃないですか。なんだろうな、こうなんかこう入り組んどいてほしいかも。あ、通路があって、はい、順繰り見ていくみたいな感じにしたいと。はい、その方がなんか、いや、順路作るよ私が。いや、チッピーさんが作るの？施設家に頼んで作ってもらう、体育館に設置してもらうから、それで順路作るから、うん、体育館だともう里寄りの聖地って感じじゃん。あ、まあ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 、確かに。だって私も演習場に個展開きたいもん。いやお、120ミリ迫撃砲のあの延滞に飾りたい、はい、私の作品を。ちょっとごめんなさい、分からんけど、むちゃく丸いんよ、丸くて、丸いからこう、はい、入り口こう行くよ、うん、スロープみたいになるから、はい、ここに、はい、こう車輪入るように、車輪が入るように車輪が入るように行くの。そこのスロープみんな渡ってこう、はいはい、あ、こう見ていくやろ、うん、ほんで最後真ん中に120ミリ迫撃砲延滞が、はい、あ、本体があると、はい、うん、それでみんなあの120ミリのあるある、うん、私がやってたやつをこうみんなやるみたいなね、うん、あのできるよっていう、うん、置いとく、まあね、ちょ7割ぐらいちょっと何言ってるか分からないですけど、いや、まあ、もう、まあ、それ、まあ、現地でやりたいね、はい、まあ、お互い頑張りましょう、それ頑張ろう、目指してやろう、やりましょう、やりたい。そうそう、うん、その、まあ、元ネになってる、まあ、うん、チッピーさんがね、うん、自衛隊あるあるとかを結構上げてはるんですけど、はいはいはい、まあ、あの YouTube、まあ、TikTok、うん、SNS で毎日投稿してはるんですよ。その通りである。すごいですよね、それ。これは里寄りこれこ、すいません、後輩の名前里寄りをな、はい、これは里寄りを見習った結果である。ほんまっすか。いや、元はね、ほんま里寄りなのよ、はい、あの毎日投稿をツイッターでやってたでしょ。してましたね、うん、100日あ、89日後に県選抜に入るモッパですか。そう、それそれそれとかも、部活あるあるもでも上げてましたね、うん、部活あるあるも毎日上げてたよね、うん、はい。だからわ、これ頑張らないかんと、後輩こんなに頑張ってるのに私何してるんやってなって、はい、なんか動画始めてみようかなというのはあって、うん、その時はなんかもしも妻が元陸上自衛隊だったらっていうのをは始めてツイッターに上げるようになって、はいはい、やっぱなんかそれでなんか拡散してもらってから、面白いですもんね。いや、ありがとうございます、うん、あのね、もしも妻シリーズ面白いです。 ありがとうございます、うん、そう、なんかもし妻が陸上自衛隊だったら、うん、そんな感じになるやろうなっていうのに、うんうん、自分なりにイメージして、ちょっとあるあるに近いのが、はい、もう、あったんですけど、うん、でさらに
毎日投稿始めようってなって、その時はポツポツと、はい、アイディアが出たらアップするみたいな感じやったんやけど、うんうんうん、毎日投稿始めようと思ったのはTikTok の、うん、TikToker の、はい、日垣さん、日垣さん、焼き鳥丼の日垣さん、あ結構有名ですね、はい、YouTube チャンネル登録者数14万人現在、わおでもすごいもう TikTok もバズってて、うん、でまあある日ね、はい、私がもうなかなか成果が出ないと芸人として、はい、ずっとバイトしてて、はい、居酒屋のねバイトしてて、はい、なんかもう辛いなって、毎日深夜まで辛いなって思って、もうやん闇に病んでた、はい、その時にこうスマホ見てシャッシャッと見てたら、はい、日垣さんが、はい、俺シフト入れますよって出てきたよ、うん、何これめっちゃ面白い、しかもなんかあるある、これあるある、なんかそのこれおかわりって言った時の、あのビール、はい、ビールか お前の酒知らんわみたいなが、あるある、むっちゃ共感できたんよ。あれかおかわりってさっきのやつっていうやつか、そうそうそう、はい、さ前と一緒のやつ持ってこいって言われても、そう前のやつ分かってないっていうやつか、そう、あそういうやつとかをむちゃくちゃ面白くて、はい、もう全部それ見たら、はい、毎日あげておられて、うん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 、でそれで救われたのよ、バイトしてて、はい、日垣この状況日垣さんのあるあるやってなって、今までもうイライラし、お客さんに対するイライラとかあんまり言わん方がいいかもしれんけど、イライラしたなんか、うん、態度とかが、うん、あこれあるあるであったわ、面白って笑えてきちゃって、いや私も日垣さんになりたいと思って、私もあるある毎日投稿したいってなって、へー、だから全ては日垣さんから始まったんです。へー、そうなんですね、うん、ちなみに里寄りは毎日なんでしようと思った？うわ、でもいやちょっと待って、その話めっちゃいいですね。あいい、いやあごめんなさい。私は前なんでやろ？なんでやろうな。なんでか分かんないですけど。うん、私だから後輩が頑張ってるから。でもやっぱバズっていくのが、うん、こう目に見えて分かって数字で分かるじゃないですか。あはい、分かります。でやっぱちゃんと毎日更新した方が、うん、ちゃんと見返りが来るんですよ、その分。なるほど。確かにそれは、うん、なんでそれで今は頑張らなあかん時なんやなと思って、なるほど、ね、毎日しようって思いますね。やめたらあかんと、ちょうどやっぱコロナ、うん、本当に流行りだしてて、本当に緊急事態宣言で家出るなみたいな時やったんで、た、うん、本当することないじゃないですか。ないなかったな、いや自分もクビになったし本当することなくて、うん、でもあるある頑張ろうと思って、はあ、このまま頑張ろうと思ってやり始めたのがきっかけなんですけど、なるほどな。その日垣さんの話めっちゃいいわ。いやそれたまに私の DM とかにもそのバレーあるあるめっちゃ面白いですみたいな言ってくれる人がいて、うん、なんかその元気出ますみたいなこうコメントくるんですけど、うん、ほんまかいなって思ってたんですけど、確かにそのチッピーさんみたいな状況、うん、嫌やなって思って、こうなんか今日も嫌やなと思ってた時に、うん、あの人のあるあるの状況やって思って、うん、まあ、部活中とかでも、うん、しんどい時とかでももしちょっとパッて思い浮かんでくれたら、うん、あなんかちょっとでもその人の気持ち楽にさせてるって思えたらすごいやりがいありますね。もう私そっからニッコニコよ、せっかくすごかった、ニッコニ、あんなに笑顔できるんやって私思ったもん。そうなんですね。だからそのバレエの、ね、はい、DM くれた人もニッコニコしながらバレエやってたと思うよ。いや嬉しいですね、うん、まあ先生に怒られながらニコニコしてたら大変なことになるんで、うん、そこは真剣。でもその私がその熱血コーチの結構ネタを上げてるんですけど、うん、めっちゃこう怒鳴るネタとかを上げてるんですね、うん、バレエのコーチが怒るセリフナンバーワンみたいなのを上げてて、はいはい、でまあそういうシーンって生徒は叱られてる時にその先生を見るわけじゃないですか、うん、でもこう叱られてしんどい嫌やなって思ってる時に、でもなんかちょっとでも、うん、いやあのネタと一緒やと思ってくれるとなるほど、ね、確かに嬉しいなと。そうやな、うん、そこで落ち込んでプレーに支障出てしまう時もあるもんな。いや本当にあげちゃう、確かに。いや本当に、うん、笑顔がうわ頑張れる、なんかめっちゃいい話聞いた。めっちゃ感動されたいや私ほんま日垣さんになりたくて毎日日垣さんが毎日投稿して、はい、それなら私も絶対やる、ついていく、もう死に物狂いで日垣さんについていくと思って今やってます。いやいいですね、その、うん、元気を与えるプラス、うん、なんかこの人みたいになりたいと思えてるってことじゃないですか。そうです、うん、すげえ、
まだ全然届いてないですけども、うん、もうせめてその毎日投稿することの真似だけは絶対しようと思って、うんうん、いいな、うん、私も最近ジムに通い始めてて、おうおうで、そのジムに行ってることもあのインスタで更新してるんですよ。今日ジム行った、あーしてるね、ストーリー上げてるね。それをなんか、あ、さつりさんも頑張ってるんやったら私も行きますみたいなことを言ってくれる人も増えてきて、ほんとすごいね。そうそう、だからこそ発信するようにしてて。なるほど、それはね、確かに、あ、この人もやってるんやから、もうしんどいけどやらないかなってな、そうそうそう、気持ちになるな。確かに、だからもうフォロワーさんと一緒に頑張ってるって感じ、うん、ね、いい道の歩み方やね、素晴らしい。一緒に頑張っていきましょう、うん、皆さん頑張りましょう。え、はい、え、でもさ、ごめん、もう一個、はい、その しんどくない あの毎日投稿ってさ、あ、え、ジムですか、うん、そのジム、うん、ジムもやけど、ジムも毎日続け、あるあるか、そう、ある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 は今私毎日はしてないですけど、その上げてた時、はい、続ける秘訣みたいなのがあったら。あ、秘訣ですか、うん、苦にならない。苦にはならなかったですね、その時は。そうか、なんかインタビュー記事で見たんやけど、はい、もう無限にはあのあるあるは、あ、そうですね、毛穴の数ほどありましたね、うん、なんかそれ言われた時、はい、もう必死でその時探してたから、あるあるを、あ、チッピーさんが、うん、でも、うん、その意味がだ最近だだい分かるようになって、探せばほんまにある、毛穴の数ほどある、ありますよね、ある。全然、うん、その苦にならず、ポン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 って出てくるように、うん、なんか、うん、はい、あるわ、ありますね、うん、まあ、はい、必死に探す時もあるんですか、なるほど、まあ、そんな、あの、すみません、はい、チッピーさんと、はい、あの来週っていうか、3月23日に、うん、あの一緒にユニットで漫才するので、よかったら来てください。ナンバのザザハウスで、500円で見れますので、はい、コメントか、うん、どちらかのインスタとかツイッターの DM に見に行きたいですって言ってくれたら、はい、チケット用意しますので、準備しますので、はい、よろしくお願いします、はい、ぜひ、はい、来てください。あっという間に時間が過ぎちゃったんですけど、今日はここら辺に、終わりたいと思います。すいません、ありがとうございます。また来てください。来てください。また来てください。チッピーさんもまたラジオ来てください。はい、ということで今日は終わります。ありがとうございました。ありがとうございました。